マイケル・コリンズはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、空軍軍人。ジェミ20号、アポロ11号に登場した。イタリアのローマで米陸軍軍人の息子として生まれる。米国陸軍士官学校を1952年に卒業、空軍に入隊。この時期の空軍は士官学校が 創設機に当たるため、陸海からも人材が集められていた。その後、T-6 敵3を皮切りに飛行訓練を重ね、F-86 戦闘機の操縦士となった。1960年には、エドワーズ空軍基地に置かれた、テストパイロット学校を修了している。1962年のジョン・ハーシェル・グレンの宇宙飛行に影響を受けて、 宇宙飛行士を滋賀にし、選ばれる。ジェミニ計画に参加し、ジェミニ7号では予備搭乗員に選定されている。1966年7月には、ジェミニ10号にパイロットとして登場し、初の宇宙飛行を経験した。1969年、 歴史上初めて人類を月面に到達させた、アポロ11号では指令船パイロットを務めた。コリンズは、ニール・アームストロングとエドウィン・オルドリンが、着陸船で月面に降下している間場、月周回軌道上で指令船の操縦、月面の写真撮影などを行った。そのため、コリンズ自身は月面に到達していない。それゆえ、忘れられた。 宇宙飛行士などと称されることもある。空軍順賞で退役。1978年、スミソニアン研究所の副所長になった。1969年に訪日した際、日本政府より文化勲章を送られた。2021年4月28日に死去したことが、本人のツイッターにて家族により発表された。 90歳没、ありがとうございます。